毎度ともです。今回私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。こちら大阪近畿地区では梅雨が明けました。ウェザーニュースではゲリラ豪雨発生しやすい夏になる言うて、みんな気をつけてくださいね。で、今回の話題は文才トラにしたいねんけど、まあ全部言ってしまうとあかんかもしれないので、ちまちまと。まず輪っかが5つ始まりますよね。で、いきなり藩の人たち、藩とも言うけど、横断幕バーンって、まあさすがやなと思いつつ、その胸クソ悪い横断幕はあそこを取りまとめている愛をなんとかなんとかの部分はし、そこによって違反やで言うて指摘されて撤去されました。やっぱ距離取らなあかんわ。あって藩のところ、関東も言うところのトップの文在虎は最初お礼として行きたいと来るとか言ってたんちゃうかったっけ。でもなんかえらい強気に交渉してきてはんねんけど、もっとスラスラスラっと展開したいねんけど、歯になんか挟まってるっていう感覚で語るしかなくなっているような気がしてならん。 TBS ニュースの7月16日の報道によると、独自あそこのトップ文在虎、優遇国軍事機密協定合意なら行ってやってもええてって言い出したみたいやな。それはちょっと無理やなって言わなあかんで、わざわざ大変やからお家で見張ったらどうですかって言うてあげて。勇敢富士ザクザクではスワップ再開を懇願か、金融クチュってなりそうなんで、藩のところ関とも言う文在虎が困窮のために来ようとしとると、利上げ資金逆流であそこの通貨がドン、2つの次元爆弾炸裂の恐怖。幸いにもスナッチはあそこには塩対応、地下2階とかは歓迎しようとしているけど、いや無理やし、わざわざご足労いただくよりもクーラーの効いた素敵な環境で楽しくだらっとテレビで楽しまれたらよろしいと思いますよって言ってあげた方がいいと思います。さてさて、どうなるのでしょうか。こうご期待やな。